いいよ、聞きますよ、そのあなたのそのどうしようもない怒りをね、うん、はい、あ、落ちます、どうぞ、うん、ね、5分にしてよ、このさ、ツイッターで、ま、俺総フォローしてたっけ、 5分にして、5分だけじゃあ聞きますよ、もう何が気に入らないのか世の中の、うん、これ相談室なんでね、多分梅村さんもそうやって言ってくるってことは相当心にね、怒りをね、抱えられてると思うんですよ。内容わかんないですけど、世の中の奴らに何なんだこいつはって、梅村さんいた、梅村さん分かったよ、電話番号、電話していい、うん、電話 OK だったら電話しますわ、じゃあ、うん、もう梅村さん落ちたんじゃねえか、多分落ちたな、コメントがないから、あ、杉山康平選手ね、了解、うん、処方箋出す前に患者さんの話をちょっと黙って聞いてあげないと言い分が分かんないから、うん、資本主義についてやっぱりその資本主義のことでそのなんていうの、要するに世の中舐めてんじゃねえ、社会を舐めてんじゃねえ、仕事舐めてんじゃねえって多分言いたいんだと思うんで、梅村さんは、うん、でも多分これ落ちたな、返事してくれないもん、いやで前回30分俺聞いたよ話、うん、うん、そうそうそう、だからちょっと電話してみるわ、電話出ないかもしんない、あれ多分梅村さんなんで相手してくれないのかよってこのバカ高橋っつって多分落ちたんだよ、もう別のチャンネル行ったんだよ、あー、オッケー、梅村さんオッケーオッケー、じゃあ梅村さんね、ちょっと話を聞いて、患者さん、患者ちょっと嫌よで、会社の電話なんでちょっと嫌よでかけさせてください、すいません、梅村さんの電話番号が、090の、うん。うんうん。うん。はいはいはい。5分ね。あ、高橋さんどうも。あ、どうもどうも、梅村さん、お久しぶりです。お久しぶりですね。お元気そうで。はい、あ、お元気で、一応生きてます。はい。はい、どうしました、梅村さん、今日。いやいやいや、もうさっきから聞いてると、ちょっと活字だと誤解されることが多いなと思って、僕が思ってることは特に伝わってないなと思ってたんですよ。ああ、じゃあちょっとまとめで、要するに、まあ、梅村さん、不満があるわけじゃないですか。いや、まあ、不満っていうか誤解ですね。高橋さんをはじめ、なんかいろんな人に、なんか、僕がホリエモンみたいな、人間だと思われてることがまず誤解だということを言っておきたいと。あ、了解です、了解です。はい、はい、はい。はい。いや、僕で、ホリエモンさん嫌いじゃないんですよ。そういう人もいてもいいなと思ってるし。まあでも。ただ、ちょっと考えは僕とだいぶ違うんですけど。はい、違って、まあ、どちらかというと反対側の、じゃないですか。ええ、ええ。で、そのなんかさっき、高橋さんの放送ずっと見てましたけど、はい。その 99% の人がそうはなれないんだっていう、話だったじゃないですか。ああ、そうです。はい。ですよね。はい、私の考え。いや、そうはなれないんじゃなくて、はい、なってる人が 1% でもいる以上、はい、なることはできるんですよ。誰も慣れてないんだったら、はい、それはなれないよねっていう話はわかるんですけど、うん、なってる人がいる以上、うん、なれるんですよ。うん、で、なれなかったのは、うん、まあ、この日本においては多分、まあ、うん、努力が足りないだとか、うん、まあその自分でコントロールできない部分もあるから、それは要するに運とかそういう意味ですよ。はいはい、はい。チャンスが巡ってくる順番だったりとかも自分ではコントロールできないこともあるから、はい。ただ、チャンスって巡ってくるんですね。必ず。そうですよ。うん、必ず。で、それをものにできる準備ができてないから、はい。一個ステージを上がれない。で、二回目の、はい、その一回上がった先でもまたチャンスってくるからそこを取り逃すと、はい、まあ、そこまでになってしまうみたいな。慣れないのは、はいはい、うん、全てと言っていいほど自分のせいなんですよ。わかりますよ、うん。で、その自分のせいを棚に上げて文句を言う人たちが多いわけです。99% の人たちは。わかりました。それが、僕はお前らはバカだからどうのこうのって言ってるわけじゃないんですよ。で、はいはいはい。バカだからとかじゃなくて、そのチャンスをつかむ準備が積み重ねているのが、まあ、苦手だったのか、
人がチャンスが巡ってきても、うん、チャンスをもろにすることができなかった。でも、もろにしてる人もいるんですね、世の中には。いますね。うん、うん、だから、99%、うん、で、しかもそれの、ものにできなかった人たちの言い訳というか、が、うんうんうん、高橋さんの言葉を借りると、うん、運命だからって言う。運命じゃないからって僕は言いたい。ああ、わかるわかるわかる。そこがね。運命じゃないからっていう。いや運命っていうのは、これ自分でもコントロールできない部分のことを運命って言ってもいいですけど、うんうんうん、いや、上村さんね、そこが真逆で、真逆でね、ちょっと聞いてくださいよ。僕はね、運命論者なんですよ。ああそういうスピリチュアル的な。いや、スピリチュアルじゃなくて、もう、ね、生まれた瞬間に、はい、その子の材質って決まってるんですよ。ああ、まあ、それは分かります。そうそう。だから、分かるというか。分かるというか、まあ、あのね、ちょっと待ってね。はい、あなた喋り始めたら、どんどん、トークが止まらなくなるから。9割喋っちゃう、ね。誤解されたくない。ああ、だから誤解分かってきます。ただ、俺は思ってるのは、その、はい生まれた瞬間にその脳の作りが、もう努力したくない脳なんですよ、はい。で、そういう子はもうそのまま行っちゃうわけですよ、死ぬまでね。だからそういう人生もいいんじゃないのって。で、結果ね、梅村さん、はいはいはい。自分が努力しなかったらダメなんですよ、もちろん。はい、でも、はい、ふって横見て、いい車乗って、はべらかしてるやつ見たら人間って嫉妬心があるんですよ。で、思わずなんだあいつってこう言っちゃう、それがやっぱ腹が立つってことですよね。まあ腹が立つというか、うん、まあそれを心の中で思ってる分にはいいですけど、うん、なんていうんですか、それをもうこう、うん、あたかも正論家のように言うのは違いますよねと、うんうんうん、あなたにもそのチャンスってあったはずですよっていう、うんうんうん、どこかにね、うんうんうん、って思う、出るっていう、だからそのチャンスが平等に、平等に回ってこないこともありますよ。ただ、ま、そこは、うん、そこが僕の言うところですよ。そのコントロールできない部分も、自分はあるんだけどもっていう。梅村さんのさ、その腹が立ったっていうのはさ、その具体的にやっぱりさ、その自分のさ、はい、周りにいる人で、こいつムカつくなんてやつがいるわけじゃないですか。まあ、ほとんどムカつきますね。え？ムカつく。ほとんど？ムカつくというか。ほとんどムカつく、うん。なんか自分の人生を、うん、人生というか、今の自分のポジションだったり、自分の置かれてる環境だったりとかに文句を言う人が、うん、まあ、やっぱ多いじゃないですか。いや、多いですよ、うん。多いじゃないですか。多いです。はい。で、資本主義社会じゃないから、日本は。あ、ごめんなさい。うん、社会主義じゃないから。うん、わかりますよ。言ってる意味。うん、だから、自由なんですよ。うんうんそうですよ。自分の好きなことを好きなだけできる環境は平等に、うん、まあ基本的にはあるわけですよ。そうですよ。一部ない部分もあるのかもしれないですけど。うん。だから梅村さんみたいに。できるわけですよ。うん、もうちょっと喋って。うん。ね。うん、できるわけですよ。うん、で、できる条件、ルール上できることになってるのに、うん、それをやらずして文句を言ってるやつが多いから、うん、まあほとんどそう見えます、ね。だから、文句というか、文句言う権利あるのかなっていう。梅村さんが今いる環境で周りの人たちが努力もしねえくせに会社の不平不満とか梅村さんに文句言ったりそういう妬み根性で努力もしないくせにグズグズ言って何やってんだってことですね。まあそうですね。簡単に言うと。あとまあ努力でそういう人たちに話を聞くと、うん、努力はしたって言うんですよ。いやだからじゃあ俺とか梅村さんはちょっと超越してるから。だからまあ、だからそのね、努力したって言うんですけど。あのね一般の人たちは俺とか梅村さんレベルの努力がやろうと思ってもできないの。バカだから。そういうことなんですよ。いやいやいや、バカだからじゃないですよ。違いますか。それは。いや待って、ちょっと待って、俺がアンチになる。俺が叩かれる。ごめん、今失言です。すいません。はい、バカだからじゃないですよ。努力は、努力って努力しようって決めてするもんじゃないと思うんですね。うん、まあ、基本的な流れとしては。まあ、僕の、じゃあ流れからいくと、うん、やっぱり自分が、時間を忘れて、うん、努力っていう言葉と結びつかずに、ただ単に楽しいから集中できることが見つかるったっていうのはラッキーだと思いますけど、はい、早い段階で。あ、はいはいはい。うん、それって絶対誰かに、誰にでも何か一つはあると思うんですよ。うん、まあ、高橋さん釣りのね、番組持ってらっしゃるから、はい、そこで言えば、うん、バスプロなんてまさにそうですよね。ガキの頃に釣りに行って、うんうんその頃は多分プロなんか意識してなくて、うん、毎日釣り行って、魚釣りに
するのが楽しくて、うん、もう毎日時間を忘れてやってて、そしたらだん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 、うん、あ、こういうのを職業にすることができるんだ、みたいなことを知識として知るようになり、うんうん、そっから初めて、ちょっと努力っていう言葉と結びつき始めるみたいな。はい。うん、だから、その、で、そっからかなり努力を重ねることにより、まあ、うん、パスプロでも、その、多分、うん、ランクっていうか、知名度、ね、うん、順位があるじゃないですか。うんうん、だから、その、みんな努力なんて、してない。わかります。ほぼしてない人し、うん、で、うんうん、努力したからって、結果がついてくると思い込みすぎ。だから、海村さん。うん、あのね、俺は、超人なんでわかるんですけど、俺とか梅村さんレベルの努力は凡人にはもうできないんですよ。だから、もう求めちゃいけないんです。そんなことないですよ。いや、そう、本当にそうなんですよ。だから梅村さんのこと俺よくわかんないけど、俺なんかもう本当超人ですから、病的ですから、病的に何かに打ち込める。だから僕は、本当、僕が努力したっていう感じのことをみんな誰もできないんですよ。だから気持ちはものすごいわかるんだけど、ただそういう人たちはもう脳の作りがもう努力したくない脳なんですよ。うん。そんなことないと思うんですけど。いや、僕はそう思いますよ。だから僕はちょっと身体的な欠陥ってことですか。いや、だから梅村さんのこと俺知らないですけど、ま、僕の個人のこと言いますけど、はい、僕の場合は超人すぎて一般の人に理解されないぐらい、はい、レベルに行っちゃってるって状態です。だから僕と同じものを周りに求めたり、うん、他人に求めることが愚の骨頂だっていう自覚したんですよ、とある時に。凄すぎて僕が。そうなんですよ。だから、高橋さんはそうなんだけども、うん、それって生まれた時から決まってたわけじゃないんですよ。高橋さんが知らず知らずのうちに積み重ねてきた結果がそうなってるだけであって、うん、そう、積み重ねるっていうことが大切なんだって僕は言ってるんですよ。もちろんそうなんですよ。はい、ただ、はい、それも僕から言う。高橋さんのさっきの話だと、うん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 、もう生まれた瞬間から脳の構造上決まってるんですみたいな 1%、あのね、梅村さん、いいですか、ちょっと僕の話も聞いてくださいよ、喋るばっかり、はいはい。あのね、だから、結局、ね、それも僕は運だって言ってるんですよ、努力。だから、努力、僕は梅村さん、ごめんなさいね、怒らないでくださいね。その梅村さんみたいにすごい努力されてきた方を、僕はその、努力する環境に、生まれた瞬間に、その家庭環境、梅村さんの脳の、ね、野球の材質、そして家庭環境、友達関係、それでとある時にこんな出来事が起こった。じゃあ、腹立つから努力しよう。ムカつく努力しようっていうところに、うまく当てはまってきた人生なんですよ。だから、結果それは僕は努力する運命だったんですよ、あなたは。で、人一倍ぐーって打ち込んで、ぐーってやるために、たまたまそうなった。それが、ね、環境が違ってたら、違う人生、その努力するのってバカじゃねっていう宗教に入ってると思う。うん。うん、だからたまたまそれも、その努力する運命だったんです、あなたは。と僕は。そこを、高橋さん、はい、わかります。僕今高橋さんの言ってた話ってすごいわかると思うんですよ。例えば、はい、もうめちゃくちゃ貧乏な家で親もろくでもねえやつのとこに生まれたら、はい、じゃあ、やっぱり、それなりの環境で育っていかなきゃいけない、うん、くなってしまうから、まあ、例えば、じゃあ今の僕の生まれた環境とは違うみたいな、はいはい、そこの違いはわかるんですけど、はい、なんか、それ、そこに生まれてくるか、そういう過程に生まれるか生まれないかは、それ、本当のコントロールできないから、運命ですよ、はい、そこは、はい。運命という言葉で処理してもいいんですけど、はい、そこから先の自分で、いろいろなことを選べる。はいはい、自分で選べる。段階では運命っていう言葉で片付けてほしくないんですよね。ただ、例外はありますよ。はい、障害がある方とか、うん、はい、なんかいろいろな理由で、もう本当に同情せざるを得ない理由がある人も世の中にはいらっしゃるから、はい、それはわからんではないですけど、はい、まあそういう例外を除いて、はい、ほとんどが生まれた環境は違えど、はい、自分で選んできてる。うん、ことの方が多いわけだから。いや、だから、自己責任ですよ。だから今の環境を作ったの。そうそうそう。で、自己責任の、うん、を棚に上げて、文句を言ってる人が多いなと。うん、で、あなたも積み重ねれば、うん、なんていうんですか、その文句をもっと言わない人生をデザインできたんじゃないの、うん、かなとは思いますけど。いや、できますよ。はい。うん、
あの、で、そうですで。ただね、もう梅村さんね、もうね、僕もそういう議論はもう散々もう腐るほどして、何なんだっていうのは、その梅村さんみたいな同じ気持ちになったこともあるし、何を考えてんの、このバカっつって、死ぬまで働けみたいなね。腕がちぎれるまで働けって、僕、そういう価値観な時もあったんですけど、ただね、やっぱりね、あの、うちにいるモンキキヨウスケさんみたいに、ゴロゴロするのが大好きだって人がいるんですよ。で、その、さらに、ゴロゴロしてたら腹が立ってきて、その頑張ってるやつをちょっとけなしてみたり、従っちゃうっていう人が、やっぱり、ある一定数いるんですよ。もうこれはね、うん、もうしょうがないなと思って、僕は、あ、人間ってそうなんだなと思って、いや、人間はそうではないですよ。そうじゃない人間がいる以上、そう。いや、だから、出来のいい人はね、出来のいい人は、その、出来ちゃうからさ。うん。いやいやいや、それ出来の悪、その、今言った、うん、自分は、ゴロゴロしてたい。はいはい。で、ゴロゴロしてるだけではなく、他人の文句まで言うと、はい、妬みから文句まで言うと、それはいかんですね。それはよく、そう、よくないですよね、それは文句。でも、なんかさっき高橋さんと、その、うん、コメントの欄でやりとりさせてもらってた時の、はいはい。感じだと、99% の人は、そうなんだっていうふうに、僕が誤解してた部分はあったんですけど、それは本当、僕、少数ですよね、99% の方。はい、はい。うん、だから、でも高橋さんのさっきの、メールでのやりとりだと、うん。コメントのやり取りだと 99% の人間はそういう風だからって僕には読み取れてたから、ああ、いや、いや、だから 1% に対してみんな文句を文句というか妬みを持ってると、うん、で顔も悪い、持ってますよ、持ってますよ、お金がどうだなんだかんだって、そうです、そうです、だからもう 1% の人はもう妬まれる運命なんですよ、はい、だって梅村さんの顔がもしブサメンだったら許されるんですよ、まだ。それで中途半端に女にモテるとか話になっていたら、俺らもう叩くしかないんですよ、あなたを。金は持ってる、女にモテる、格好つけてるみたいな話で、いい車乗ってたら、もう叩こうって。だからそういう環境かもしれないですね、もしかしたらあなたが、梅村さんが。はい。それは叩く。それどういうストレス解消っていう意味で叩くんですかね、99%でした。いや、99%か分かんないけど、あなたがもしイケメンとか女にモテるとかちょっと生かした感じだと、それだけで周りはいい感情を持たないんですよ。うん、それなんでですか？例えば僕から見たって、うん、いや、だから、なんか、すごく羨ましいなと思う人って、だから、いっぱいいるんですけど、うん、その人も、そうは思わないですけどね。うんうんうん、心の中では思うこともあるやつで、あいつ格好つけやがってみたいな。うんうんうん、でも、まあ、あいつのすごいところはやっぱりあるからっていうところで、やっぱり折り合いがつきますよね。はい、うん、でも、その90、今言ってる、その、うん、じゃ例えば僕がそういう対象、99% の人たちからしてみたら、僕がそういう対象だったとしたらですよ。うん、そうだとは言わないですけど、そうだったとしたときに、うん、その 99% の人たちは、うん、文句とか妬みは言うけど、うん、でも、うん、俺らは、うん、あいつには勝てないよなっていうところもあるわけですか。そう思いながらも言ってるってことですか。そう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 、勝てないから腹が立つし、しかも梅村さんがちょっと上から目線で物を言われて、クソみたいになってんじゃないですか、周りの人は。うん、上から目線で、まあ、うん、ちょっと活字だとそうね、抑揚がないからそう聞くね。うん、読み取る人の、なんていうんですか、受信能力によってはそういうふうに読み取ってしまう人もいるかもしれないけど、うん、僕は別に上から目線で言ってるつもりは、本当ないんですよ。ああ、ごめんなさい。はい。ないんです、本当に。はい、そこは、本当にないんだけども、はい、けど、まあ、上下は、まあ、なんていうんですか、順位はつくじゃないですか。はい、むしろつかなきゃ面白くないと思うんですね。いや、そうですね。うん。仕事は、しますよ。はい。仕事においても、はい、全てにおいて、順位があるから面白いっていう部分もあると思うんで、はい、なんか今ね、小学校とかの徒競走みたいな、かけっこみたいな、順位をつけないみたいなことやってたりするみたいですけど、はい、何の意味もないと思うんですけど、はい、順位が下の人が、上の人に対して文句を言う権利って、はい、まあ、ほぼないと思うんですね。妬むのは自由だけども、それを口に出した時点で、うんうん、いや、だから、こう、負け犬の遠吠えをやっぱりやりたいわけじゃないですか、それ。やりたいわけですか。梅村さんの周りの人。それで、うん、それで、あれですか、何が解決するんですか。
自分の気が晴れるってことですか、うん、うん、どうなんだろう。俺は別に言わないから、その言ってる人の気持ちはわかんないけど、ただ、なんかネタま、だから、まあ、宮村さん、僕ね、高橋さん、99% 側の、まあ、基本味方というか立場から、はい、あのお話ししてくれるじゃないですか、僕にコメントもそうだし。あ、はいはいはい。うんうん。だからどういう心理か分かってらっしゃるのかなと思って聞いてるんですけど。いや、俺はね、なんだろう、自分がちょっと勘違いかもしれないですけど、自分がすごいと思ってるから、あの、梅村さんに別に妬みがないですよ。うん、梅村さんが年収10億でも、あ、そうなんですね、ぐらいで腹も立たない。僕は。で、99% の人たちの気持ちは分かるんですよね。その妬みを言う。うん、なんとなく分かるけど、そうそうそう、ああ、こういう思想なんだなっていうのは分かる。うん、僕には、もうマジで分からんですよね、それがね。いや、だから自分は努力しないけど、サボりまくってきたけど、振ってみたら、ね、俺も、5年前の僕は、そう、妬んでたかな。5年、7年前は、タクシー運転手だったんで、はい、ポルシェを運転してるやつを見て、殺してやろうと思ったんですよ。だから、金がなさすぎて、ただ、もちろん、そんな殺してはいけないし、自分も被害に遭うし、はい、人生終わるから何も死なずに、はいはいはい、もう心の中では、そのポルシェを、ね、30ぐらいのやつが乗ってるのを見ただけで、もう、はい、もう絶対自分には買えない車を偉そうに乗って、はい、あのバカっていう、やっぱり怒りが湧いてきちゃうんですよ、人間って。で、そういうことじゃないですか。あ、そういう、うん、それもちょっと僕は理解できないんで、あれなんですけど。あ、僕は実際感じましたよ、その、ポルシェもそうだし、超高級車3000万ぐらいするな、あの車はっていうのを乗ってるやつ見ると、はいはいはい、偉そうに、くそ、みたいなね。で、それはやっぱり貧乏人の嫉妬心というか、そういうことですよ。だから梅村さんが今、だからあれですね、じゃあ、うん、貧乏人、貧乏人って言うとちょっと言葉悪いですけど、うん、そういうふうに思う人は、まあ、うん、かなりの数いるってことですよね。今、高橋さんの話。僕が5年ぐらい前に。少なくとも高橋さんはそう思ってたし。うん、思った、うん。そういう人がいっぱい、まあ、いるんでしょうね、世の中には。そうそうです。だから、僕、うん、うん、そういうの思うのは、その、うんうん、そういうふうな思いを、が心の中で湧き上がると、うん。そういう、例えばさっき言った高橋さんの言った、自分があんまり経済的に潤ってない時に、うん、その3000万ぐらいする車を乗ってるやつを見ると、殺したくなると。うん、いや、もちろん、そんな何も言わないし、心さないけど心の中でね、まあ。うん、心の中で、あいつふざけやがってみたいなふうに思うと。そうそうそう思いました。思うんだけど、はい。その、矢印がね、その方向性、いろいろな感情の矢印が、外側に向くんですね、はい。その、あいつっていう、自分の方には向かないんですね、矢印。自分が、うん、じゃあ、ああなるためにはとか、うん、あいつクソって一瞬は外側に矢印が向いても。梅村さん、梅村さん、ちょっと待ってください。僕は、二十歳の頃から、トヨタ自動車を超えるって思って生きてきたんですよ。いや、はい、いいですね。そう、はい、だから、もう昔から、トヨタ自動車なんか超えるような会社作って、すごい人間になってやるって言い続けてきて、ただ、いかんせん頭が弱かったんですよ。だから気がついたら底辺職、底辺職で、その貧乏スパイラルに入って、もうそこからもがいてももがいても出れなくなって、もう今度人間が嫌いになっちゃって、全然うまくいかない、うまくいかない、何歳になっても貧乏だよ、みたいな、自分なりに頑張ってるんだけど、バカすぎてそれがうまく、こう変な方に頑張っちゃってるわけ。で、最終的に、その、妬み、怒りに変化して、はいはい、自分よりうまくいってるやつを見て、クソっていうことですよ。まあまあ、でも。だからそれはね、多分ね、それバカなりに頑張ってると思うんですよ、梅村さんのその周りの人も。ただ、梅村さんから見たら頭が悪すぎて、何やってんだこいつみたいな。っていうことでしょ。ていうか、なんか、うん、矢印が自分には向かないんだなと思うことは多いです。だから、こう、人のせいにしてばっかりね。そう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 、うんうん、そういうことですね。わかります。その、自分にはなかなか向けないんだなと、思うところは多いですね。今、さっきの高橋さんのそのポルシェどうのこうのっていうお話聞いても、はい、その当時の高橋さんもそう思ったみたいな。そうですね。今、さっき、ね、高橋さんが言ってた、はい、何負のスパイラル、貧乏人のスパイラルに陥ってもがいてたみたいな話されてたんですけど。うん、頭が悪いから、うん。あ、頭が悪いからかな、どうかな。いや、頭がいい人だったら、とっくにうまいことやって、出世してるでしょ。うん、
ん、どうなんですかね。ただなんか一個思うのは、うん、あれですね、その自分、高橋さんがその二十歳前後の時に、うん、トヨタ自動車に、うん、ぐらいの会社を作ると。でも、まあ、それいきなり、うん、作れることはないから、うん、まあ、徐々にそれも段階があるから、うん、積み重ねていった結果、そういう会社を作るってことは、全然あり得たとは思うんですけど、うん、なんか、こう、一つ、僕なんかが思うのは、はい、頭で思い描いた自分のビジョン、はい、みたいなものを、はい、3年ぐらいの間に形に変えて実現させて現実にね、はい、していかないと、はい、ほとんど何もできずに終わる、はい、っていうかむしろそのなんか3年前に思い描いてたビジョンを、はい、なかったことに自分で してしまうから、はい、っていうのはあるかなと思うんですけど、だから高橋さんもその20歳ぐらいの時に、はい、トヨタ自動車を超える会社はい。とか、まあ、今思ってることでも、うん、もう早い3年ぐらいでどんどんビジョンを形にしていったら、どん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 、はい。成功すると思うんだけどな。いや、僕はね、今成功は望んでなくて、うん、はい。気分よく生きれればいいかなっていうのが最大目標なんで。あ、じゃあもうお金には縛られないと。あまりお金。金ももちろん、それは100億でも欲しいですけど、はい、まあまあ、それよりも、まあ、気分よく、はい、生きていけるか今年っていうところが僕の価値観で、とりあえず今年金よりもそっち側に動いてる感じですかね。気分がいいかな。心の持ちようの方が、そうです、そうです、重視されてると。そういうことです。うん、ああ、なるほどですね。そう、だからあんまり、なんか商売をさらに手広げて金をもっと儲けてやろうとか、まあ、そういうふうに動かずに、まあ、適度に頑張りつつ気分がいいかどうかっていう感じですかね、うん、僕は。だからちょっと成長スピードをちょっと今緩めてるというか、まったりやってる感じ。で、梅村さん的には今だからそういうサボってるやつを見ても腹渡りにくり返ってるわけじゃないですか。サボってて、別にサボった分だけその自分に戻って、それが戻ってくるわけだから、はいはい、それ受け入れて黙ってるんだったらいいけど、文句言ってる人多いなと思うんですよね。多いですよ。うん。それはもう痛いほどわかりますよ、僕も。はい。だからその文句をね、はいはい、まあ、さっきの話じゃないですけど、もう、はい、もうちょっとその矢印の方向を自分に向けて反省してみたらどうなんですかとは思うことは多いですけどね。ただもう反省できるような人はもう反省しちゃいますからね。まあでもやっぱり反省からじゃないと何も。ああ、そうそうそう、ね。だから梅村さんにその文句を理不尽に、とか、妬んでる人が周りにいるのか知らないですけど、会社とかで。もうその人たち治んないんじゃないかな。うん、いや、まあ、それは、タイムリミットはありますよ。やっぱり、どうですか、うん、35ぐらいまでが僕のはタイムリミットかなとは思ってますけど、35を超えてくるともう、逆に変なものを積み重ねてきて、知らないうちに積み重ねてるから、うん、その、やっぱ積み重ねなんですよね。はい、いいものも、積み重ねだし、悪いものも逆の意味では積み重ねだから、はい、まあ、35年間やっぱり積み重ねてきたものって簡単には崩れないから、はい、まあ、35がリミットかなとは思ってますけど、それでもやっぱりなんか35以下の人たちでもね、うん、こう触れ合ったりすると、うん、なんか文句しか言ってねえなこいつっていう。いや、それはね、多分ね、それはまあまあちょっと質の悪い人なんじゃないかな。だから仕事をサボって向上心もないくせに頑張ってる梅村さんをちょっと、はい、みたいな感じなわけですよね、結果として。とか、あと、なんかこう、お願いするじゃないですか。うん、例えば仕事上でも何でも、はい、いろいろ、その、まあ、お願いをすると、はい、なんかこう、僕は、その、誰でもできることは当然、お願いすることもあるけど、これちょっと考えてやってくれないかなっていうことをお願いすることもあるんですよ。はい、お前、アイデア出して考えてやってくれよ、デザイナーですよね。うん。あるんですけど、うん、その、できない理由をいっぱい言ってくるんですよね。言い訳をするとね。こうだから、こういうものがないから、こういう条件だから、うん、からできないです、みたいな。できるアイデア持ってこいやつ。いや、梅村さん、できない社員って、できないって言うんですよ。うん、だから、それがなんか、うん、もう脳のキャパを超えちゃって、上村さんの求めてる、その、さらにもう一個、クリエイティブなのを足せっていうのが、もう脳のしんどいみたいな。それより今日家帰って、ちょっと、あれやりたいとか、なんかそっちに行ってるんでしょ、脳が。梅村さんの言う通りやってたら、もう夜中の2時までやらないかねみたいな話なんですよ、多分。
だからそれですよね、うん、まさに積み重ねっていうのは僕が言うとこの、うん、そうかもしんないね、うん、特に男なんて仕事、うん、日本ではですね、うん、だからまた国によってはそれ違いと思うんですけど、日本においてはもう仕事を中心に、特に男の場合は仕事を中心に積み重ねる以外に、はい、なんかありますって僕逆に聞きたいんですけどね。まあそこはね、だから出世を第一に置くのか、あの出世を望まない人種ってのがいるかなっていう。あ、そのあれですか、もう自給自足みたいな極論。いやじゃなくて、梅村さんみたいにその年収いくらか知らないですけど、例えば年収2000万を目指す人たちと、はい、そんなもん初めから諦めてて年収2000万なんて現実的に無理だ、だから500万で十分だっていう人と分かれるんじゃない。でも、うん、じゃあお金に関しての文句は言わないですか？言うでしょ？だからそれでも年収500万でさ、自分と同級生で年収800のやつがおったら、クソみたいな、あんなもんたまたまだってみんな言うんでしょ？言うんですよね。うん、多分ね。だから、うん、なんか、ね、めしいなと思うんですけどね。あ、分かった。もうもう気持ち今、もうね、夢村さんの言いたいこと、分かりました、分かりました。だから、もう、下世話な。あの野郎だって言いたいですね、結局。だから、まあ、努力もしない、お前の年収が低いんだよ、お前が努力しないからなのに、あの仕事の文句ばっかり言って、しかも仕事も中途半端でっていうことで、いうところに腹が立つんですね、結局は、上村さんは。そう、それで、うん、しかもそのさっきの、うん、あの高橋さんのライブで、はい、前半でその話題になってた、はい、あのもモテるモテない女の子にモテる、はい、まあ男性から、はい、異性からモテるモテないみたいなところも、うんうん、なんかそのあれ努力ですよ、うん、努力、あの女性にモテるかモテないかってあれ努力ですよ、うん、全部。あのもちろんイケメンかどうかもでも結構そこ重要ですけど、まあ結局、はいはい、ブサメンでも努力してめっちゃ努力したやつはある程度いけますからね、うん、ただそうなんですか、そういけますいけます。ただそう、はい、その努力することもできない人もいるんで。でも僕は言うんですよね。だから僕も努力できないタイプで、今も一人で寂しく生活してるんですけど、そう文句は言います。自分がモテないことを、あの自分にモテてるやつをクソってね。いや、僕も独身だから、はい、あ、梅村さんもそんなかわいそうな人生を。いや、僕独身ですよ。おいくつでしたっけ ?43 です。あ、もう梅村さん今年結婚相手見つけた方がいいですよ。どっから見つかるんですかね。いや、こうやってこんだけ言葉しゃべれたら、そりゃ、好みの人にアタックしら、こんだけ普通に言葉がしゃべれればすぐ結婚できるでしょ。いや、でも、その、これも本当に、何ですか、はい、月並みの発言になってしまいますけど、はい、出会いないですもんね。え、自分から声かけないんですか？ナンパですか？いや、ナンパ、通行人に声かけたらどうかと思うんですけど、その仕事で知り合った人とか気になる人とか。いや、僕、あの、一個だけ、はい、その、自分の中で決めてるルールっていうか、あれがあって、まあ、仕事でこう出会う女性の方には、はいはい、まあ、そういう感情はもう抱かないと。抱かないというか、まあ、アタックはしないと。いや、そこのプライドがあるから。プライドじゃないんですよ、これは。いや、だから、僕も独身なんで人のこと言えないですけど、あの、はい、俺はそこはもっと肩の力抜いて、あの、何でもありで行った方が、出会いの可能性が広がるし、と思うんですけど。逆に言うと、はいはい、そら、あの、そこのルールを、はい、あの、排除すれば、さらに出会いなんていくらでもありますよ。はい、仕事、やっぱり今女性の方多いから、あの、働いてらっしゃる方多いから、あの、出会いなんていくらでも、それを出会いと捉えるんであればいくらでもあるんですけど、はい、まあ、そこは僕ちょっと自分で縛っておきたいんですよね。そのルールは作っておきたいんですよ。その仕事でやっぱりそういう恋愛の感情を入れると、あの、ちょっと、梅村さん、長いっていうコメントもちょっと来てて、もうちょっとだんだん疲れてきたんですけど、梅村さんのそのパワーに押されちゃって疲れてきたんですけど、大体、うん、言いたいこと分かりました。はい。分かりました。僕ちょっと誤解、あの、上から目線ではないということ。ああ、分かりました、分かりました。はい。はい。じゃあまた今度お話ししましょう。あの、梅村さん不満あったら僕聞くんで。またお願いします、ね。はい。あの、高橋さん、東海地方ですよね。僕も東海地方なんで。ああ、そうですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。失礼します。よろしくお願いします。はい。はい。ということでね、梅村さんは、もう、今、ストレスがもう、溜まっちゃって、要するに、
やっぱりその仕事でやっぱりそのなんだろう、仕事もできないのに仕事もサボるのにあの文句を言って、会社の文句ばっかり言ってくる部下がいると、うん、怒りを感じてるわけです。もう分かりました分かりました。これはなんか梅村さんがちょっと高いところを見すぎてんすよね。結局高みをね、あの超一流のところを目指してるから、あの梅野さんの周りにいる人は超一流を目指してないよって。今日いかに手抜きして今日を終えるかっていうのが第一だから、そのそういう人たちはね。でも噛み合わない。うん、だからもう処方箋、高橋和尚からの処方箋はもう何も求めるな。うん、何も求めちゃいけない。梅ちゃんはもう何も求めずに、その仕事のできないやつとかね、やっぱりでもある一定レベルはやらなきゃいけない仕事だから、ある一定レベルまでやらなきゃいけないけど、それよりさらに求めるっていうのがもうできない人にやれやれって言ってもストレスがたまるだけ。うん、そういうことだね。あ、今日祝日か、うん、天皇誕生日、うん、あ、パンダクッキングさんどうも。すみません、ちょっと梅村さんでコメント、あの30分近く話してしまってすいません。あのこの会話はいつまで続くのかなと思って、